俺ちょっと前回は先生と一線を越えられるかなと思ってすんげえ期待したんだけど、残念ながらそういう展開にはならなかったね。今回は何が起きるのかご覧ください。どうぞ。じゃあ今回もやっていきます。気持ちのいい朝。今日はお休みだね。何をしようかな。とりあえず着替えてから考えよっと。あ、なんか洗濯は増えてる。お出かけっつうのが前なかったよね。お仕事、あ、そうか、休日だけに取材ができるんだもんな。いやでもここは出かけようぜ。はい、どこ行きたいところタッチね。あ、今までは自動でこいつが動いてたんだけど、自分でこうやって洗濯できるようになったんだ。なんか船が動いてるな。将来的にここも行けるようになるのかな。ホテルに行ってもしょうがねえもんな。ショッピングも、でもホテルにちょっと行ってみようかな。もしかしてイベントとか起きねえかな。なんかちょっとホテルに行ってみよう。あ、レストランベッシュグランドシネマ。あ、映画じゃねえこれって。映画見れるんだ。ちょっと映画見ようぜ。たまには映画もいいよね。そう。何を見ようかな。よし、決めた。これにしよっと。始まっちゃう。急がないと。あ、これはもう勝手にここから選べるっつうのはないんだ。え、もう終わり？なんだ、なんか起きるかと思ったのに。へえ、じゃあショッピングモール。ああ、緑山ブックス、ビーチカフェ、アイスマーケット、スタジオインディゴ。ああ、緑山ブックス、あのおかっぱ頭の少年がいたとこだよね。ちょっとここ行ってみよう。今日は何かあるかな。今日は何かあるかなってお前テレビ見るんじゃねえんだから。あ、そうだ、今日はあの本が出る日だった。買っていこう。そんで終わり？何？誰とも会わなかったんだけど。俺誰かと会いたかったな。俺さ、メルアドは欲しいんだよね。で、多分、今まで喋った人たちと親しくなったら、メルアドがもらえんじゃねえかと思ってんの。誰も会わなかったな。じゃ、先生にメールして。おやすみなさい。今夜は徹夜なの。なんか何にもない一日だったな、今日は。今日は平日なんだよね。でも仕事に行けよ。なんかショックだな、何にもなくて。おはようございます。あ、ハイドコちゃん待ってたのよ。何、どうしたんですか。今月はハイドコちゃんに他の先生のお手伝いしてもらったでしょ。おー、しましたね。はい、それでね、実は私の原稿が全然バカじゃねえの。そうだろうよ。自分の仕事をほったらかして他の人の。山吹先生、これは天然と受け止めていいのかバカだと思っていいのか。そうなんですか。そうなの、だから今日はすごく頑張ってもらわないといけないんだけど、いいかしら。はい、もちろんです。本当ありがとう。俺さ、思うんだけど、他の先生の手伝いをしたアシスタント料っつうのはさ、日給で配読はもらえねえのかな。普通もらえるよ。下書きにペンを入れてみよう。はい。く、すげえ太い輪郭なんだけど。え？この月だけを書く仕事って。はい、ペン入れ終わりました。お疲れ様。次はこれにベタをお願いね。あ、出ました、ベタ。ベタはちょっとマイクを塞いでるんで、このカメラを立ててるポールがちょっとずらすね。バツマークのあるところをタッチペンで塗りつぶして。どういう漫画の原稿なんだこれ。あとさ、このベタの後ふーって吹くとは限らないからね。これでよしと。先生、ベタ終わりました。ありがとう。早かったね。それじゃあ次はこのホワイトをよろしくね。はい、わかりました。これで最後、頑張って。上の原稿と同じようになるように、下の原稿をホワイトを入れてね。え？俺さ、何気にこの作業が一番ちょっとわかりにくいかもしれねえ。別にこの、花？このままでもいいと思うけどね。あ、でも確かにちょっとうるさいかな、数が多くって。こうか？うん？どっちだ？こっちか。
はい、お疲れ様。これで完成よ。お疲れ様でした。本当に今回は助かったわ。ありがとう。でも、ハイドコちゃん、この2ヶ月ですごく上手くなったわね。マジっすか、先生。とんでもないです。うん、本当よ。もっと自信を持って。ね。はい、ありがとうございます。先生、優しいな。俺、先生が好きになっちゃったよ。それじゃあ、今月はこれでおしまいよ。本当に今日はお疲れ様。ありがとうね。はい、お疲れ様でした。テクニックが大幅アップ。絶好調。ふう、お疲れ様。さっと何をしようかな。先生にメール。俺、先生ともっと仲良くなりてえな。俺、先生好きになっちった。いろいろ文句言ってたけど。なんか、すげえ優しいよね。山吹先生。俺、こんな人間になれねえな。私もう寝るわね。おやすみなさい。わあ、なんか、ちょっとメールがそっけねえ感じだ。俺、こんなんすげえ気にしちゃう。なんかいつもだったら、なんかやってるとか教えてくれんのに、軽くかわされたみてえっつうか、俺好きな人からこんなメールもらったら俺、すんげえ気になっちゃう。なんか、ちょっと気にしながら寝よう。なんかさ、山吹先生のさ、最後のメールはさ、そっけないっつうか、いつもだったら、金麗先生のところにいるのとか、忙しいから手伝いに来てとかさ、なんかいろいろ俺に言ってくれんのに、おやすみなさいだけで、なんか、俺、ちょっと切なくなっちった。俺ね、好きな人からね、あんな感じのね、メールっつうか、返事っつうか、俺めっちゃ気にする、俺。なんか、俺のこと嫌いになったのかなとか、今なんか、落ち込むようなことがあって元気がないのかなとか、俺すんげえ気にしちゃうんだけど。ちょっと待って、俺今、現実世界でもちょっと、ドキドキすることがあんのに、ゲームの中でもこんな感じになっちゃった。